鹿島慶太郎昭和25年7月6日は、日本の実業家、政治家、監視人、鳥取県最白郡堺町長、堺町会議員、鳥取県議会議員、郷は先進、堺町に生まれた、鹿島房太郎の実定、鳥取中学から東京物理学校に学んだが、病気のため帰郷した、家業の鹿島語福店を手伝い、 28歳で独立して、お聞き船、堺ドッグ、堺電機等の会社経営に関係した。二度にわたって、町長を務めたが名誉職だったので、生活の基盤は家業にあり、休養が起きると走って役場に出かけた。明治38年9月、日露戦争戦勝祝賀会を挙行、街中が湧く中を、杉山校長と共に旗行列、町賃行列の先頭に立った。 明治39年新築移転後の人情小学校に高等科を設立、高校春節、三代止工事に着手した。村上松村の監視銀社、カモメ社の創立に参加、さらに大正6年の第二次カモメ社にも参加、大正9年には松江の戦勝銀社に加盟して、その重要なポストである党ごとに就任した。熱心な実作であり、参院大使会では、 明治41年の第1回大会から第27回大会まで通算24回参加した。昭和7年監視集、先進詩集第一編を発行。その後次々に出版を重ね、昭和18年に第6編までを刊行した。内容は多岐にわたり、その中でも新鮮な市場にあふれる郷土参加が心を魅了する。AB、島根鳥取名列伝。 下 254ABC、堺港市市、昭和61年534ページ ABC、境港市市、昭和61年533ページ ABC、境港市市、昭和61年295ページ ABC、堺港市市、昭和61年,年296ペ,29ページ。ありがとうございます。